とラウンドして勝率どれくらいなんですか。はい、俺の中で五分だと思う。中村さん自分で気づいてるかわかんないですけど、はい、もうほぼ全部シャンクス。今はい、ここに当たったシャンクですよね。中村さん今降りてくるとき、ここから降りてくるこの位置でこっちに降りてくるかこっちに降りてくるかでもう道が決まるんですよ。これもし直す場合ね、ゆっくりダンスにやってください。ゆっくり、はい、ストップ。よろしくお願いします。お願いします。改めまして、カットリゴルフの浦です。中村です。よろしくお願いします。で、どうですか調子は。調子は、はい、昨年81が2回出たんですよ。はいはいはい、はい、ちょっとは成長したと思うんですけど、はい、もっと成長したいです。え、黒田さんとラウンドして、はい、勝率どれくらいなんですか。俺の中で5分だと思う。じゃあちょっと負けてるな。クロちゃんがこれを見たらもしかしたらちょっとおい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 なるかもしれない。あ、こんな感じです。ちょっとすいません、ゴブクロの黒田さんとゴブですって言った次のショットでシャンク打ってたらそら文句出ますよ。ですよね。言いますよ。今のはクロちゃん。今度俺。一緒や。中村さん自分で気づいてるかわかんないですけど、はい、もうほぼ全部シャンクス。今はまっすぐ飛んでる風が、はい、フェース面の真ん中からヒールカーにしか全部当たってないです。ここに当たったシャンクですよね。今のはこうやって面閉じたんですよ。うん、同じシャンクに当たる位置でも、うん、面が閉じればちょっとだけ先に、うん、フェーズ面に当たるんです。うん、これだとめちゃくちゃ左行きますよね。うん、この左行く瞬間ちょうど綺麗にこの2点に当たってすごい高度なまっすぐを打ちました。だから勘違いするんですよね。今のはシャンクじゃないんだなって。でもシャンクです。先で打ってみてください。はい、もう危ないでしょ。ヒールで当たらないように先で打つたのに、うん、引っ張り込んだんですよね。それで超アウトサイドインの軌道になって、ヒールに当たらないようにするタイミングが遅いんですよ。トップから切り返してダウン入ると思うでは、もうダウンスイングで腰の位置を過ぎたあたりから急に遠側に当てようと思ってグッて引っ張り込むんで、急旋回でもういきなり左にギュンって振ることになるんで、ここから降りてくるこの位置でこっちに降りてくるかこっちに降りてくるかでもう道が決まるんですよ。これはこうなってます。こうそうです。でここからやばいとヒールに当たるとこっちだなとこっちに抜くみたいな。そうそこからボールが左にそのままアウト。本当ここから手もこっち側、うん、え体は OK なはい OK です。もうこれでシャンクが絶対しないです。これで絶対シャンクしない。こっち側こっち側こっち側。もし直す場合ね、一時的になら実は簡単な方法があって、私が手を押すので、うん、それで勝ってください、うん、こうやってこっちから押してあげる、うん、はい、勝って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 、うん、こうやって勝って勝って勝って、はい、アドレス取って、はい、すぐフルスイングして、はい、こうすると一時的にすぐインから来るようになります。でもシャンク結局はね一時的に反射的にできても逆に中村さんの場合そこを直したら今度油断するんですよ。何をしても今後ずっとフェースの芯より先に当てる意識を一生持っとかないとダメです。そうで構えて通るって、そのまま本当に通るって、はい、OK です。それだったらマシです。今当たりましたね。はい、普通の位置に。なんかレッスン来たら、はい、今日からスタートするぐらいの気分になるね。はい、そうですね。プロとしてがすごいです。曲がらんす。ほら、M5 ツアーにあるけど、めっちゃいいな。正直にさ、自分で作ったとか関係ないからさ、それがたとえその時に最高やったとしても、その1週間後にもっといいものが出たら平気で乗り換える機
いやだって想像がつかんもん、こういうのでいいシャフトを作るドライバーで。さっきなんかアプローチ運動とか言ってませんでした。それでいい、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 OK です。今のどこ当たりました？真ん中へ、ちょい先。これでもちょい先ですね、はい、ツイート、スポットの中のトーンです。今度ここで打ってみますね、大げさに。はい。どうですか？いや、まあ、真ん中のちょい先です。でもちゃんと先ですよ、大丈夫です。え、アプローチって言ってなかった？冬のアプローチどうこうってさっき話してたじゃないですか。僕いつもアプローチを、はい、例えば30ヤードぐらいあるとするじゃないですか、はい、そのクラブを何使っていいのかなっていうのが、はい、だいたい56でやるんですか。でなんかちょっと砲台みたいなのあるじゃないですか、そこだけ60使うんですよ、はい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 、でもそれが合ってるのかなっていうのがいつもこう心配しながら。 どっちがいいです？ YouTube 的にはそれは何かしらのテーマがあり、うん、そのテーマに沿ってやった方が再生数も伸びるし、うん、みんなも分かりやすいですけどみたいな。やばい。どうした？見ましたよ。マジ？違う違う、だって今の振り幅で先で打とうとしました。僕言いましたよね、どんなことがあっても一生先で打ってくれって。見てください。シャーッと打ってください。はい、ツーの位置です。真ん中です。先っちょで打ちますよ。はい、はい、普通の位置です。普通？普通の位置、真ん中です。普通、はい、これ見て、ああ分かる分かるってなってる人いっぱいいると思う。基本的には真ん中より外ってこと？大体の人そうだと思います。俺もそう。ね。うん、ナイスナイスナイス。今の外。はい、ね、大丈夫です。真ん中にちょい外です。ここで打ちたいんだな。はい。近い。ああ、いいっすね。はい、ウォーミングアップ終わりです。とりあえず、変えました。ちょっと全体的に見ましょう。今年の。はい、2023年、はい、ドライバーってください。完全にドライバーは来ないだろうって油断してたんで。絶対油断してたよ、ね、完全に油断してたんで。こんだけ広いのにこんだけ曲がった先でほぼ同じ距離。ちょっとお前スマッシュ打ってみて。自分の重心の位置がずれない範疇この距離がいかに短くできるのかっていうので、ヘッド走るかヘッド走らないかに繋がってきます。かやちゃんとか私よりさらに知ってるぐらいです。飛ぶ人はみんなここは近いです。ここが広くなればなるほど距離は出ます。手がまず一つと、これで終わりです。これで捕まった球で距離めちゃくちゃ飛ぶから頑張って。